チャントラがお母さんのおひげをハムハムハム。しかしお母さん全く動じません。しかもカメラ目線&無表情。ひげは敏感なはずなんですが、怒ることも嫌がることもしません。さらに別の日、またしても偶然貴重な映像が撮れました。こちら。今度はお母さんの尻尾を遊び道具に。でもお母さんはまたもやカメラ目線、そして無表情。貴重に加え激カワな映像、これは優勝確実ですよね。